団体戦の決勝第5試合最後の試合です。よく見ました。対応力があるということは東賀野監督おっしゃってました。先陣3番5合いません。どっちが取るかですね。そうですね。あっと X の形としてはやはり中国の方ができているのかなというところは見受けられますね。山口小賀山口が思い切って動けるようになってきた。はい、うん、ミックスって全く考えれないんですけどね。また4点差 13-9。 ここが山口クロス。あれは突っ込み方がやっぱ早いですよ。ははネットイン。よく返します。飛び込んだ。最後はまたです。ネットインは最高のショットとも言います。バックをついた。次につなげたい日本ペア。返します山口。山口のショット、ここは目を返しています。レシーブ山口。
ートしてきます。山口もう一本、今度はここが山口入りません。その後が優勝です。ちょっと長い、スダブス第1ゲームは中国取りました。さあ第2ゲームが始まりました。この日本中学生の山口、この男子ダブルスは日本の井上金子が取りました。第2試合の女子シングルスは中国が取りました。 2-1、攻め切り返しています。ネット際、アウトです。これは入りました。フォアはチェンチンチェン、速い展開でした。これはネットです。その時高校は栄と富岡でしたけれども、よく返します。山口返しきれない。チェンのサーブは続きます。見ました、アウトです。バックをついた。中学9-8。山口、これが決めました。インゴール、山口よく動いています。もう一回山口、あっと第2ゲーム11点、なかなかいないですよ。落としてきます。山口、山口茜、中学3年生。打てという声、ここだ。場内の日本のファン、もっと盛り上がってもいいような気がしますが。そうですね。入ってました。確認をしている感じがしますね。そうですね。最後のミックスダブルス、最後の試合、さあまた2点差返しています。山口
のスマッシュ取らない。もう少なくなってきてますし、はい、返します。山口あっと惜しい。そうですね、16-18。これが落としてきた、取れません。これはもう一回、古賀、山口、ここのスマッシュ、山口、ネット際、古賀、決まった。古賀のサーブ、山口、古賀、山口、古賀、落とし、サービスミス。ファイナルゲームです。2人の方が今度顔が少しこわばってきてるので、はい、アウト。コーチ陣も大幅に変わったとも聞いています。粘りました。入ってます。チームのなんか存在という意味がなんか分かりますね。そうですね、山口に声をかけています。古賀明スリーオール、ちょっとこれはアウト。古賀山口返します。ちょっと浅かったか。こう前半中盤あたりはついていきたいですね。落とします。ですね、バックをついた。こう張られている可能性がありますよね。返しています。前に出てきた山口。なるほど、セブンエイト、よく返している山口。ネット際、8-9。山口チェンです。返します。ファイナルゲーム、中国11-8。バックをついた、これは入った。してるんですか、中国ペア。そうですね、レシーブチェン、アウト。よく見ました。ここがよく聞きますが、レシーブ山口、クロス入りません。ちょっとチェン選手今余裕ないんじゃないかなと思うんですけど。うわー、チェンのサーブ、大きくアウトです。前に出る山口、入った。第1ゲーム中国、第2ゲーム日本取りました。ファイナルゲーム、
段チャンスが広がりますが、返します。山口、山口返しています。これも返す。古賀、大学1年生の古賀がうまくリードしています。やってきた。いいしますね。そうですね。いいですね。17-18、18オールファイナルゲーム。プレイ。山口、山口、バンが打ちます。返す、返す。レシーブがネット、返します。古賀、クロス、古賀のストレート浅くなった、落とす。もう一回古賀、山口、アウト。追いついたデュースです。どっちが取るのか。アウト、アウト。山口、山口返します。山口、山口返す。古賀、これも返す。山口返すか。変わらない。ワンのサード、山口、ネットイン。古賀、山口、古賀返します。古賀返す。ネット際、返します。山口、古賀、山口、抜け。日本、アウトか。アウト。最後はバックバウンダリーライン割りました。